エマ殿に桜の木のことを聞きも。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況よりもですが。そうか。ですが何者かが常桜の枝を倒、失われたものはどうにもな、持ち去られた枝にしても今は先に他の子を集め、ギョイ、武士殿の竜。ああ、これを。これは回帰祝いに良い。ジリンチ、この古い老婆が。その鈴、いや、鈴の方はお前さんに。なんだ、鈴を備え、そこにある誠の物心。茶だ。うまそうな茶じゃ。こいつを飲んでると。エマ殿の父道元、あいつは、そして、いや、カラクリ氏とふざけたやつだ。お前どういう。腕を失った。今はお前もっとも義手作り、幾度も幾度もどうした。忍び義手をまともにエマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたも、そうしたことを重ね、いわば忍び義手は忘れっか。忍びを捨てたわし、それだけは。巫女様。おお、はい、落ちだ。そこが源の水の流れがよく手に入れてくれた。ああ、そうだ、私の方も新たに必要な子が分かった。それは流陰の巫女の血、つまりは九郎様の血ですが、それは流れ。ああ、流陰の巫女とは。そうだが、源一郎殿の居室でタケル様の何か血を流す術が、ひとまずこれを。さて、我がエマ殿に聞くのはと。クスシならば確かに。
られた。おお、ザル。